東本三影の木版複製一万円紙幣、C 五軒東本三影は、聖徳太子を描いた最古のものと伝えられる、肖像が、聖徳太子及び二王子像とも称される。くだらの朝太子の前に現れた姿を描いたとの伝説により、朝太子三影とも呼ばれる。法隆寺が所蔵していたが、百七十八年、法隆寺剣の宝物の一つとして皇室に、し、 現在は魚物。1930年以来1984年まで一万円札などの高額紙幣に使われた聖徳太子肖像はこれから取られた。歴史教科書などにも使われていたので、多くの人が思い浮かべる聖徳太子の姿に決定的影響を与えている。二人の王子は、右前方が弟の上栗美子、左後方が息子の山城の体型を落とされる。 1983年、当時の東京大学資料編参書の所長であった、今枝維新が、表層不上に、川原寺という文字を見出し、聖徳太子とは関係のない肖像ではないかとの説を唱えたが、文字を織り込んだ織物の文字を孤独したものだった。制作時期は8世紀頃とみられるが、中国で制作されたとする意見もあり、誰を描いたものかも含めて、決着はついていない。 最近の教科書や歴史参考書等では、この画像を掲載する場合、伝い、聖徳大使と説明したものも多くなっている。絵文に沿って軽い陰影のある、この画風は、西域から中国に流入した陰影法であり、陸朝時代の肖像画に使われていた画風である。日本の肖像画では、奈良時代に入るとともにこの陰影を失っており、中国でも同様であろうとされる。また、 中央に、本人、左右に二王子が並ぶ構図は、円立本、帝王図鑑との類似性が指摘されている。法隆寺に収蔵された時期は定かではないが、12世紀半ばには、大江近道が法隆寺を訪れて実験し、七大寺巡礼式に大子族系の御影と記述したのが、文献書室である。十三世紀半ばに、法隆寺の僧、賢魔による、 聖徳太子伝式でこの絵を、東本見影と呼び、その由来についていろいろな説があるとして、そのうち二つを挙げている。東本見影、朝太子見影の呼び名は、謙信の聖徳太子伝式に由来する。王元と相手に応じて変身して現れることで、すなわち謙馬は、この絵は日本に渡来した外国人により描かれたもので、聖徳太子の服装が日本風でない理由を、 王元で説明する。賢馬がこの絵を重視した理由は、聖徳太子信仰の本場として、平安貴族らに支持を得てきた四天王寺に対抗する意図があったと、おっても学院大学教授の武田幸子は推測している。鎌倉幕府に接収された、張馬国の放流事業を取り返す事として、鎌倉に持ち込まれたこともある。いずれにせよ、おなじみの冠に尺を持った姿は、 アスカ時代の人物の服装とは考えられていない。人物の冠、服装などの様式研究から、この絵の制作年代は早くとも8世紀と考えられ、平安時代以降の模本とする説もある。ありがとうございます。